今度の4月からもう一人私の弟子を募集します。今回の弟子で7人目の弟子になります。私のところに来てもらった方がここで何をするかというと、まず一つ出版社のこと、そして臨床も行ってもらいます。またその私の教育ですね、実際に私の実際の治療を見て、そしてそのことで何を考えるか、そういったことを通じて臨床家として一緒に育ってもらいたいと思っています。そしてここに来る方に私が要望したいことがあります。それは何かといったら本当の信頼関係です。そういった意味で信頼できる、信頼関係を構築できる方に来てもらいたいと思っています。そして私たちと数えきれないほどのたくさんの夢を一緒に実現できる、そういった仲間を募集したいと思っています。今回のブログの、募集ページを用意していますので、そこから入っていただければと思います。